ター元日本代表監督で、J3FC 今治の岡田武会長、66イコール日本協会副会長が、今度は高等学校教育に乗り出す。19日、都内で会見し、来年4月に FC 今治高等学校里山校、愛媛県今治市を開校して学園長に就任すると発表した。1期生80人を全国から募集。豊富な人脈を生かして各界から特別講師を招き、不確実性が高い現代を生き抜くタフな首相的存在、ヒストリックキャプテンの輩出を目指す。岡田氏が環境問題などのピッチ外に興味を持ったのは、壮大に通っていた70年代だった。今の速さで人口増加や環境汚染が続けば100年以内に地球上の成長は限界に達する。という米著、成長の限界、72年を読み、衝撃を受けた。92年には涙した。ブラジルでの地球サミット。12歳の少女セバンスズキが、オゾン層など、どうやって直すのかわからないものを、壊し続けるのはやめて、と訴えた歴史的スピーチに感動した。ところが W 杯フランス大会後の2年、南アフリカでの環境会議に出席した際、無関心を10年後も貫く各国に落胆。米先住民族の、地球は子孫からの借り物、という言葉を胸に、すでに始めていた環境教育や野外体験学習に、より力を入れるようになった。その中で、学校は社会に出る準備をする場だが、社会が変わっているのに教育が変わらない現状に首をかしげて、初の教育分野へ。社会を探求する週2回のゼミ等で多様性を引き出す。